第6話、耳を傾けて。バリ島のたくましい生命力にはよく圧倒されました。例えば、私はバリの王族の家に滞在している時期に何度かヒンドゥー教の儀式に参加させてもらいましたが、そこに映し出される光と影が普段の暮らしと一体になっていたこともその一つでした。今回は1、王族のお父さんの使命、2、お祭りのトランス、3、光と影、バロンとランダの3つに区切りました。今日はそのうちの1、王族のお父さんの使命をお届けしたいと思います。昔、王様の別荘だったその場所は一時使われなくなり、ジャングルのように荒れていました。私が友人に紹介してもらった時、王家のライ君は32歳、彼のお父さんアグンさんは65歳でした。アグンさんは王宮に暮らしていた若い頃、夢の中で別荘に祀られている神様のお世話をしなさいという声を聞き、早速この地に移り住みました。そして社を建て土地を整備し始めたのですが、当時はお寺の建設に施工図はなく、大工さんに口頭で指示しながら作っていくのが通例だったため、行き違いが絶えずにストレスで体調を崩されもしました。それから35年ほど経った私の滞在中でさえ、門の前にブロックを敷いている職人さんがそれをジグザグに並べていくのを見て、ライ君がまっすぐ敷くように何度も自分でやってみせていたくらいで、複雑な神殿ならなおのことだったでしょう。完成した広いお家には、敷地内にお寺と池と森が調和してあり、親族5世帯とお手伝いさん、鶏や犬たちが一つの村のように集まって暮らしていました。このお寺では一月に6度ぐらいの頻度でヒンドゥー教の宗教儀式が行われていて、親族の中でただ一人神様のメッセージを受け取る力を持つアグンさんは、その際の大事な役割を担っていました。彼はよく家の前の大通りに面した駐車場のベンチに腰掛けていて、私が通りかかると昔の話を聞かせてくれるのでした。若い頃には好きになった日本の女性にプロポーズをするため東京に来たことがありました。立川にある私たち共通の友人の家に滞在して二人で作戦を練りましたが、彼女のご両親がまだ今のように発展していなかったバリへ娘さんの嫁ぐことをよく思わなかったため、結婚には至りませんでした。昇進のアグンさんは友人に日本の名所を案内してもらったり、一緒に家庭料理を作ったりして、その後二人が
日本とバリを行き来する友情を育んだのでした。今木のベンチに座っているアグンさんは、バリの観光家とともに急増した車の列の方へ両手をぐるりと回して言いました。私がここへ来た時は何にもないジャングルだったんだよ。生き方がどんどん速くなって忙しく変わっていく今の時代、神様を大事にする心を忘れないように、これからの人たちに伝えていくことが私の使命なんだよと。アグンさんのお城には塀があり、その内側には昔から続く庭の雑木林がありました。時を隔てたような幹線道路との間にいて、細い腕を下ろした軍さんはちょっとしんみりして見えました。その後しばらく私たちは黙って並んでいると、ライ君が翌日のお祭りの買い出しから帰ってきて、白い車から威勢よく降りてきました。